미나상 고온반와 제가 아토라스 TV 따노신데마스카 네, 제가 아토라스 TV 재밌게 잘 보고 계시나요? 지금부터는 세계 최고속 라이브 플레이 뿌요뿌요 테트리스라는 게임으로 소개를 해드리겠습니다. 국민적 세계적인 액션 퍼즐 게임 정상의 결전을 보실 수 있습니다. 정상 결전. 네. 그 말인즉슨 이제 정상에 서 있는 두 사람이 대결한다는 뜻이죠. 네, 그런 뜻이죠. 네, 그런 코너가 네. 준비되어 있습니다. 사회를 맡은 하치바나 유리카상입니다. 지나미니 이모 데스네 가면 히다리시타니 로고가 出てますよね. 이게 일본인데 이제 화면 왼쪽 밑에 로고가 있어요. 이제 그거를 스캔을 하시면 AR 어플 이제 AR이죠. 2라는 네. 그게 이제 있는데 다운로드 하셔서 스캔을 하시면 스마트폰 안에 이제 캐릭터가 등장한다라는 네, 그런 이벤트인데 이게 한국에서도 가능할지는 그렇죠. 모르겠습니다. 일본은 대체로 저기 아이폰을 많이 쓰는데 한국은 그 안드로이드를 쓰시는 분들이 많으니까 흥미 있으시는 분은 한번 도전해보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 네, 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 예. 네, 그리고 이제 같이 사회를 맡아주실 소소야마다상이 나오셨고요. 네. 네. 그리고 이제 이것도 일본인데 트위터에 이제 해시태그로 뿌요테스트2 이제 해시태그 하시고 제가 아트라스 TV로 코멘트를 보내주시면 이제 이 방송 중에 코멘트를 읽어드릴 수도 있습니다. 하지만 또 이게 일본어야 된다라는 점 네, 확인해주시면 감사하겠습니다. 네, 일본의 뿌요테스트 테트리스 2는 이제 온라인이라는 기능이 굉장히 주요적인 기능으로 채택이 됐거든요. 네. 비크리스 각쇼가라 이와레테르는데스케도 부가스 나니모 쓰리마세. 근데 아직 본인은 기분에 대해 가지고 그렇게 정확한 정보는 안 들어가 있다고 하시네요. 네. 이스포츠 코지마상은 스페셜 서포터로서 야트를 이번에 이스포츠 관련해서도 요가 좀 궁금해지죠. 궁금해 추가됐죠. 그리고 저기 사회자분도 부분에 가지고 관련된 일을 하고 계시다고 해요. 좀 정보가 삭소시킬 것 같아요. 이제 앞으로 또 소개를 해드릴 부분이 지금도 어제부터 계속 영상을 보고 계시다네요. 내가 아틀라스 TV에 동상이 영예인 듯하니까 되게 웃겼어요. 사카모토 료마 동상이 영예인이에요. 네, 이제 티저 영상을 새로 다시 보시겠습니다. 뿌요뿌요토 테토리스 2대 액션 퍼즐 게임의 頂上 決戦 再び 楽しく新しくなった。ぷよぷよテトリス2。収録しているルールを一気に紹介するよ。ぷよぷよ対決テトリス対決はもちろん、ぷよぷよ対テトリスができる VS ぷよとテトリミノが両方降ってくるぷよテトミックス。一定時間でぷよぷよとテトリスが切り替わる スワップ。制限時間内にぷよとテトリミノをひたすら消し続けるビッグバン。アイテムを駆使してスコアを競うパーティー。様々なルールで記録を狙うとことんはインターネットランキングに対応。さらに新ルール、スキルバトルが登場。スキルを使った一発逆転やチームの強化などで新しい対戦が楽しめるよ。 아드벤처 모드では 새로운 캐릭터도 등장! 인터넷 모드では 최대 4명で 세계中の 플레이어와 대전이 できちゃう! 세계 최강을 決める 리그戦では 뿌요뿌요, 테트리스, それぞれの 리그も 신登場! 새로워졌다 뿌요뿌요 테트리스를 遊び尽くそう! 全てが 파워업した 볼륨 満点の 완전 신작だよ! ぷよぷよ テトリス2 プレイステーション 4 Nintendo Switch Xbox One は 12月 10日 発売 パッケージ版の早期購入特典として ぷよぷえで使える 星6 アミティ バージョン ぷよテト2 などが手に入る シリアルコードをプレゼント はい、ご覧いただきました。 もう本当にいろんなモードが
여러 모드가 이제 새로 추가돼서 되게 재밌고 신선한 게 이제 막 전해져 오는데요. 이번 반응을 좀 어떠신지 여쭤보고 싶은데. 네, 닌텐도사로부터 좀 협력을 받아가지고 여러 가지 반응을 모집을 해봤는데요. 네. 네, 역시나 반응 상당히 좋았어요. 재밌어요. 좋았어요. 이런. 네, 트위터에서 특히 반응이 좋았다고 하시네요. 일본은 트위터 참 좋아요, 그렇죠? 그렇죠. 2ヶ月ちょっとぐらい 그런 트위터를 사용한 이제 광고 같은 것들도 많이 하고 아마 반응을 받는 데 있어서도 그런 플랫폼을 사용했을 거예요.はい。ということで今回もねいろんな情報を交えつつ 네, 그래서 이번에도 정보를 이제 많이 전해드리고 싶은데요. 今回ブヨブヨテトリス2の生プレイを世界初公開 처음으로 세계 처음으로 라이브 플레이를 소개해드리고 싶습니다. 生プレイの世界初公開の前にですね 本日はもう一つ映像をご用意しております。 네, 이번에는 이제 첫 공개에 앞서서 하나 더 영상을 준비했는데요. 무려 여러분이 아시는 그 두 분이 본 작품의 매력을 자세히 알려드리겠습니다. 유명한 분이신가요? 네. 보시죠. 도쿄 게임쇼를 見ている 민나. 도쿄 게임쇼 2020 온라인 세가 아토라스 TV. 여기서는 僕, 俺たちが お届け. ぷよぷよテトリス。二大アクションパズルゲームの頂上決戦再び。ぷよぷよテトリス2。本作の魅力を紹介。まずはおなじみのルール VS ぷよぷよ対テトリスの対戦が熱い。スワップ。 カウントが 0になると ぷよぷよとテトリスが切り替わる。 ぷよテトミックス。 ぷよとテトリビドが両方降ってくるよ。 ぷよテトリスが 같이 네. 합체가 되는 거네. 制限時間内にひたすら消し続けよう。 이건 빅뱅 모드죠? 파티. 네, 이건 파티 모드인데 부활할 수가 있대요. 아이템을 사용하는 거죠? 네, 죽어도 계속 하는 거죠. 그리고 이제 토코통이라는 무한 스킬인데 네. 이제 여기서는 여러 가지 룰을 사용해서 기록을 네. 모으는 거죠. 무한 뿌요뿌요가 나왔고요. 지금 이 스킬 배틀이라는 게 이번에 아마 새로 추가된 룰인 것 같아요. 네. 네, 좋아하는 캐릭터 3개를 고르고 팀을 편성한 다음에 여러 가지 스킬을 사용할 수 있다는 거죠. 아마 캐릭터마다 네. 사용할 수 있는 스킬이 또 따로 있는 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 부활도 가능하고 이건 스킬을 골랐을 때 할 수 네. 있는 스킬. 아르르를 골랐을 때 할 수 있는 무한 부 그 외에도 이제 여러 캐릭터가 가지고 있는 여러 가지 스킬을 써가지고 이런 것들을 사용을 하면 그 게임을 진행할 수 있을 것 같아요. 네. 스킬 배틀을 하면은 2명에서도 대전을 할 수 있고 4명에서도 대전을 새로 할 수 있게 되었죠. 아이템 카드를 소비すれば 팀의 강화도 できるよ. 新作から新しいキャラクターも登場。새로운キャラクターから、お気に入りを見つけよう。新ストーリーで描かれるアドベンチャーもの。アドベンチャーのアドベンチャーを収集など、一人で遊べるキャリコミ要素を追加。アイテムカードを、シルバーハムズゲームなんですけどね。インターネットモードでは、世界中のプレイヤーと最大4人まで一緒に遊べる。世界最強を決めるリーグ戦も進化。リーグ戦みたいな。 あ、リーグ戦みたいな。4つのリーグもある。得意分野で勝負しよう。もちろんレッスンモードも搭載。ぷよぷよテトリス。それぞれの基本的な戦闘技が。で、基本レッスンで遊ぶというスクリプトリアルモードが。で、これもわかる。新しくなったぷよぷよテトリスを遊び尽くそう。すべてがパワー。 ボリューム満点の完全新作だよ。ぷよぷよテトリス2。プレイステーション4、ニンテンドースイッチ、Xbox1は12月10日発売。ぷよぷよで。テトリスで。勝負だ。パッケージ。
掲示板の早期購入特典としてぷよクエで使える星力アミティバージョンぷよテト2などが手に入るシリアルコードをプレゼント。おー、잘봤습니다。さあということでアルルとティが、네、이번에나온게아르르랑티라는캐릭터였어요。いろいろ補足情報などもお願いいたします。그리고이제다전화를못한정도였을까요？今回用に声を出していただいて、이번에이제유명성우두분한테아르르랑티에대한목소리역할을맡아주시었다고해요。네。あとまあいろいろあのゲームの中身のところをちょっと細かく説明した本予告。그리고게임의좀자세한부분에대해가지고설명을드리려고하는데요。なんかヒントがいっぱいあるんですけど、はい、여러가지ヒントが詰まってる。後でご覧ください。ね、나중에이거는보여주신다고하네요。あ、出ましたね。はい。一応対戦のルールとしては、前作に入っていた VS ピオテトミックスビッグマンスワップパーティー。デジャン노래에서는전작에서도포함돼있었던이런 VS 스와그리고ピオテトミックス파티빅뱅이라는룰이있다고해요。네、이거전부터있었던거고、그렇죠。이거一人で무한ポコトン추가된부분이ポコトンプヨプヨ무한ぷよぷよ。무한피버무한이제전용 미, 미, 네미니뿌요라고네보내게되었어요。기소것도できますもんね。ぜひぜひ遊んでもらえればと思っております。はい。で、あのルールに関しては2人から4人まで当然遊べる。とことんは1人で遊ぶルールで、ルールは이제2명에서4명까지단체로같이볼수있고요。はい。若干作り直しもあるんですけど、じゃあ半分ほどまだ期間ありますからね。元から何か変化があるかもしれません。そういう感じです。すごい全12ルールか。はい。あとキャラクターは12개書いちゃってますね。キャラクターも굉장히다양해가지고28명의キャラクターがいたと思います。28キャラクター。最高級だこれ。前作24キャラクターだったんで、まあ増えてますね。저번은열24キャラクターですか。4명의キャラクターが늘었죠。いや、なんか言ってほしいな。今回マールがはい。新キャラクター、新キャラで入ってまして、他にも前作にまたテニスのキャラクターだったり、女性とか、マリーラのマルラのキャラクターもいるよねみたいな形で、まあ想像して楽しんでもらえればいいかなと思っておりますよ。なんか匂わせてますね。匂わせだ。そうですね。ね、で、자세히다말씀을안해주시고살짝뭔가남겨두시는냄새만살짝이제풀리는거。進化するかもしれないです。部分で가지고나중에아마언급이있겠죠。はい。ボロが出るので次行きましょう。はい。はい、新ストーリーのアドベンチャーモードなんですけれども、これはぷよぷよテトリスの新モードのアドベンチャーモードで、吉野歌子先生に今回もちょっとお話を手伝ってもらって、お話を書いておりますという形 で、ちょっと違うのがアドベンチャーマップという形で、マップを移動してお話を進める。今日多分平尾ディレクターが生披露してくれると思うんですけれども、それをご覧いただければな。漫才でもフルボイスできっちり収録しておりますので、ね、あのちょっと今回先に言っちゃうんですけど、はい、前作の 1.7 倍ぐらい今平尾さんを見ながら言ってるんですけど、ちょっとお話を多く作りすぎてしまって、入れるのが大変だったんですけど、漫才でも楽しみ。そうですね、結構物量こんな台本をこうちょっと演じてもらったりとか、すごい量ですね。したんですけども、はい、で内容で結構僕はちょっと泣けてくるお話でしたっていう。근데이게의외로좀감동적이어가지고본인도살짝울뻔했다고。楽しめるもん。なんか遊んでスキルバトルが途中で入ってきたりとか、いろんなルールで。で、게임은어드벤처모드를그냥왔중에다시그스킬배틀이라는게또난입돼가지고부분에대해서도게임다른게임을즐길수있다고하고。そうですね。まあピューペテトリスが前作がもう2013年とか14年とかに出たので、2016年ぐらいだったんですけど、その間にピューペクロニクルとかピューペイースポーツとか。2013年、2013年。はい、久しぶりに完全新作として作った、完全な新作로나오는이번이되게오랜만。네、今回しかも全世界同時に発売するので翻訳とかも全部きっちり。クロップ全世界同時発売にかよ。翻訳と完璧でいたまで。海外の方の漫才でもリアクションとか気になりますよね。そうですね、結構面白いです。そう、結構チェックされたりとか、もちろんチェックしますし、お話もチェックしますし、まあここはこうしたらというのは一応。구성같은것들도굉장히꼼꼼하게체크하고있어가지고빈틈없이게임을만들었다고합니다。아이야楽しみですね。さということでただいまご紹介いただきました新しいアドベンチャーモード。지금소개해드린これよりですね새로운어드벤처모드이거를실제로기계플레이로이제어떻게하는지한번보고싶은데요。네히라오디렉터를불러보겠습니다。히라오디렉터よろしくお願いします。
では早速、アドベンチャーモードをちょっとプレイしてみたいと思います。네、그럼어드벤처모드한번플레이해보겠습니다。アドベンチャーモード。디렉터신데거의끝판깨시는거아니에요처음부터 다보여주면안되는데엔딩이바로나오는수있어네일본애니메이션같은구성을하고있네요네이거는한국판으로이제꼭봐주셨으면해요저희가어설프게표현을하는것보다그러니까네스킵하고계세요빠른이제진행을위해서역시모든게임의처음에이루어지죠네스토리도재밌는데이제저희들은플레이를보여드리고싶은거니까네플레이시작해요시간가ないので飛ばしておりますがはいまじっくり見たいという方ね시간이없는관계로네진행을하겠습니다이게어드벤처스슈퍼플레이가오ヒラオディレクターの ちょっと生放送でバタバタしております 1.7 倍あったストーリーが言ったと하셨어요 1.7 倍の대화が있는거죠대화が더늘어난거예요성우들이욕받다고一般的な女子中学生として平和はとても喜ば何かこうとてもソリッドでギリギリの혹시어제밤에이걸보신분이계시면어제밤에는스토리다봤잖아요오늘은 、네、어제에비해서는좀스피디한 、네、그런진행이되고있습니다감사합니다키라우디렉터님감사합니다 、네、こ, これはまさにフラグ成立の予感いっとったここはピピなんか思ってたのと違ったえっと大丈夫突如空から降ってきた謎の少年くんピピと黄色い丸ああなんとか大丈夫だありがとうおう報告する俺 Tそして王は時空の番人エックスに連れてこられ髪の毛がぐるぐるした少女の前にどうやら不時着したようで28名、4名늘었네요이렇게딱아시는분이계셔가지고완전빅팬이신것같은데역시나팬분이계시네요네そうだな実は俺も T 王無事に到着していたんだねうわ謎衣装のお兄さん何か思い出しかけたけどこの誰かのインパクトが強くて吹っ飛んだけどこの謎衣装の人もそれはそれで思い出せることがあるようないやそれよりもまず目の前のユニークな服の少年と黙々から生えた黄色い丸に突っ込むべきかつまり私は現状をどう整理して理解するべきなのか자세하게보여주고싶은가봐요네그러면서도뭔가이제실제로이제리얼플레이를오늘보여드려야되는데네오준비가되셨나봐요ですね見えちゃいけないものが見えたっぽいので一回止めましたあ보여주면안되는게지금이거지금혹시보신분들굉장히ロッキー한걸로一回仕切り直してる感じで일단한번자르고이제보여줘도되는부분을다시한번정리를해가지고보여드리겠습니다아なんかおかしいぞ생방송이니까 네이럴수있어요이런게또생방송이아니죠でももっともっとって思っちゃうところなんですけども何が問題だったか想像しよう뭐가문제였는지한번상상해보세요僕の好きなカレーはっていうコメントを出さないでくださいこれなんですかちなみにじゃあ改めて聞かせていただきましょう細山田さんの好きなカレーは何カレーですかはい謎ぷよアリュルノルカレーあ이거어떻게되는까요네호사마다상이좋아하는카레는무엇일까요나선프요아르류의푸카레라고해요본인이말하고되게창피해하시는데 네괜찮아요그래도나보다는 、네、저보다는좀연장선이신것같은데 네그런말씀을지금해주셨어요아네次の質問
호사야마다 산의 상품은 그리고 다음 창피한 질문인데 호사야마다 산이 좋아하시는 과일에 대해서 여쭤볼까요? 가와이 네, 성규랑 성규랑 이제 복숭아 타르트를 드시고 되게 귀엽네요. 아 이런 게임을 만드시는 분이니까 최형도 보면은 귀엽네요. 귀여우세요. 生放送ですね でも今まで本当にいろんな生放送だったり出演されてきたじゃないですか ね、 東京ゲームショーだったりで何か思い出とかゲームショーの思い出はいろいろありますけど特にかく疲れる記憶があってもう一旦もうほら結構いじめに近い感じなんですかねでもその陰でなんかね覚えていただけ어쩔 수 없이 막 이제 살짝 너무 심하게 이제 쪼는 부분이 있었나 봐요. 그렇겠죠. 아무래도 시각적인 부분도 있고 진행을 시켜야 되니까. 感じの人もいるので、 できそうかな。ダメ。生放送だとこういうことが起きるんですね。はい、할수있는지뭐안되는지이런판상 같은 것도 굉장히 어려울 것 같아요. 지금 누군가는 뒤에서 막 체크를 하면서 버튼을 누르고 있을 거예요. 이건 대본에 없는 건데. 다시 하겠습니다. よろしいですか。アドベンチャーマップぐらいから。よろしいですか。アドベンチャー、アドベンチャー。はい。自分と同じようにしました。はい、そうですね。先ほど、はい。前回でも見ていただきましたけれども、で、다시 이제 처음부터。あ、ちゃんと。飛ばしちゃった。お、あり。お、너무 갔어요。ゲームロ。あ、드디어 이제 漫才でもの後にパズルで勝負をして、 話を漫談で、いろけ、で、今日の漫画で星とかがあったんです。あ、で、いろんな部分、韓国翻訳がちゃんと成功したと思うんで、漫談でで、まだ、おりょくと。で、こう、그런 부분은 확실히게임사측에서잘번역을하셨을거라고믿습니다。ね。ま、こういう形でパズルで、え、勝利すると話が進む。 流れはちょっとテッテリスゴ、ハンチオ軍、ちょっとね。はい、そういった流れで、軽くで話していくということですね。ちょっと時間かかっちゃうので、はい、ステージの方に戻りますと、え、いろいろ仕事を確かに管理にかいたゲーム、かなり面白かったですよ。ね。右側にそのコマの情報があります。はい。オブン長のタイトル名と、まあお話の名前であったり、あとはショーのタイトルだとか、ね、いろいろ見上げ、あとの、ま、クリアしよう。 ところで、先ほどのその星ですね。こちらを取っていくと、右上にある達成度がま上がっていくというところですね。これまあ、これ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 、
모델을 진화시켰습니다. 그러니까 기대해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 자, 그리고 배틀의 신 룰이 하나의 메다마となっていると 일단은 네, 중요한 하나를 봤어요, 저희는. 네, 그렇죠. 네. 그다음에 이제 스킬 배틀에 대해서 자, 스킬 배틀의 설명이 설명을 해 드리겠습니다. 하이. 예, 스킬 배틀의 설명입니다. 팀을 골라서 한 명의 캐릭터를 세 명까지 고를 수 있어요. 골라서 팀을 짜고 테트리스와 뿌요뿌요의 팀을 組めるというところで テトリス랑 뿌요뿌요의 팀을 짤 수 있거든요. 프로모션 비디오에도 있었는데 방금 프로모션 비디오에도 있었는데 뿌요뿌요와 테트리스 ありまして 모두가 뿌요뿌요랑 테트리스가 있죠. 僕が説明するべきところですね本当はすいません実際プレイしてみたいとはい、ヒロさんやってください。 그런 각 캐릭터의 스킬을 사용을 하면서 게임에 상대방을 쓰러뜨리던가 공격을 할 수 있는 그런 식으로 진행을 하는 새로운 룰이죠. 初心者でも遊べる プレイ ゲームになってると思います。 네, 처음 하시는 분들도 쉽게 이제 하실 수 있을 거예요. 사자 스킬 바토를 플레이 したいと思います。 플레이 진행을 해보도록 하겠습니다.
3キャラクターを選ぶんですね。はい、キャラクターは3개고른다고キャラクターのレベルによってその選択肢を左下にある HP MP のキャラクター왼쪽에というパラメーターが決まりました。まあ、この3キャラの合算となって네없었던일로아니뭐몇성몇성캐릭터가있더라고요아네그건가싶었는데그냥단순한숫자인것같아요네されてます で最大アドベンチャー進めて、まあ、キャラクターのレベルが上がると、네、이제어드벤처를진행하면서캐릭터의레벨이올라가면은지금다레벨은되어있는데레벨이올라가는거예요그거에맞춰서뭐스킬의사용법이라든가이런것도달라지겠죠아마形で팀을編成していただくという形になりますでまあ、テトリスの方も、チーム編成できまして、テトリスでそのチームによってそのぷよぷよとテトリスを選んで、3キャラでチームを組むことができます。ぷよぷよとテトリスに따라서팀을따로오른거군요。はい。じゃあまあテトリスとぷよぷよというところ。그럼이렇게게임스타트하겠습니다。さあそれではスキルバトル見せていただきましょう。はい。あ、HP が高い。HP そうですね。101という。ね、右上に上にあるものが。右上に、左上に。画面右上に HP が있어요。これ体力で。真ん中のそのチームの表示の下にある75という数字のところが MP となります。그리고오른쪽밑에보면은아죄송합니다화면중간쪽에아래쪽에보면 MP 라는게있죠이것도굉장히중요한것이에요예막4분의1네이렇게아까일부러죽었는데그렇게하면은4분의1정도내 HP 가가는것같아요이런식으로이제본인의 HP 를보존하고상대 HP 를깎으면서네네마스킬을경쟁하는게임이죠하이오스킬을스킬받았습니다네이런식으로상대를공격하는거죠스킬을発動했을까공격을막하고있어요스킬은 MP 를써가지고사용한다고해요지금보니까 MP 가줄었잖아요방금 MP 가자동으로회복するんですけれども暗くなっても使えないという時間あとはそのスキルを使った後クーリングタイムっていうものがありまして아이거이해가잘안갔었는데막상보니까좀재밌어보이는데네테크니스랑포인트를맞췄는지기술을한번쓰면쿨링타임이나이런게필요하다는거고요이때こういう音が네아지금뭐경고음이들렸잖아요네이제상대방이스킬같은걸쌓아가지고이대로면좀위험하다싶어요 네그런상황에서저런식의경고음이뜨나봐요아그런거군요팀세렉터에돌아갑니다여기서다시팀선택으로돌아가세요今度ぷよぷよでじゃあやってみます예이번에는ぷよぷよ로한번해보겠습니다ぷよぷよ랑테트리스를바꿨어요그렇죠아이템카드아까는테트리스를조종을했었는데지금이제ぷよぷよ로해보겠다는거죠레벨とか上げたりだとかカードを集めて強くするんですけどもまあやっぱりパズル強い人が最終的にはちょっと有利になるというところもありまして、もう역시나キャラクターへレベルを올린다든가아니면은カードを모아가지고어제승부를유리하게끌고나갈수도있는데역시나이제결정적인거는좀큰부분은어느정도얼마만큼이렇게게임을잘하는지퍼즐을잘할수있는건지에크게좌우되죠승부는그렇죠꽤어려울것같아요괜찮아요우런받을거괜찮은가요그땐좀젊긴했다네한번보겠습니다어왜아까처럼또이렇게막이러면 HP 가빠졌어요8분의1までわありがたい上まで積んでもある程度耐えられるというような状態ですねはいでせっかくなんで시간이지나면은 HP 는조금씩회복을한다고하더라고요아오래하면은사실그렇죠근데오래하는게상대방이계속오래하게냅두지않겠죠나아그런거죠막서로공격을하고있어요やられそうになってる。あ、危ない、危ない。あ、ずるい。あ、スキル。来た。お。ダレンケツ一連さ。お、やっぱり。いざすみだ。はい、まあこういう感じで、そうですね。まあパズルが得意な方はもちろん、パズルの苦手な方も。いろんな種類で퍼즐을잘하시는분도그리고그렇게까지잘하시는못하시는분들도누구나쉽게즐기실수있는게임이에요まあ2連鎖のダメージが上がるみたいな。그리고아까저기무너질때뭐콤보1콤보2이렇게썼는데그콤보가쌓일수록상대한테전할수있는데미지가더커지거든요그럼연사적인그렇죠ぜひプレイしていただければと思いますはいはいさあということでね
네, 이렇게 표정이었어. 스킬 배틀 네, 스킬 배틀을 해 보았습니다. 네. 굉장히 긴장을 많이 하신 것 같아요. 네. 아까 실수를 하셨기 때문에 그랬던 것 같아요. 지났다리 심하는데. 근데 페어페어 테드리스 やったことない方も 아드벤처 해보신 모드 없는 분들은 이렇게 어드벤처 모드가 있으니까 거기서부터 쉽게 시작을 하시겠다는 거예요. 처음에는 시도でも 入りやすいような形で 네. 그 입구가 確かにかなり 초심자に 優しい 초심자들이 시작하기 쉽게 네, 그렇게 구성이 되어 있어요. 히로우상의 등장 ここまで となりました.ありがとうございました. 히로우상은 여기까지입니다. では 스킬 배틀의 醍醐味を 感じていただけた 네, 이제 스킬 배틀을 다 봤으니까 이제 저희가 톱들의 경기를 이제 보여드리도록 하고 싶은데요. 정상 결전이죠? 네, 엑시비전 매치를 보시겠습니다. 선수분인데요. 이분이 부요 最年少 프로であり 부요 시즌 2의 영웅이죠. 네. 네. 최연소 부요 아 부요부요 e스포츠에서 최연소 프로라고 하네요. 네. 부요부요의 프로であり 난또 부요부요 테트리스의 세계 대회 1위 아메미야 타이오 선수 아메미야 타이오 선수입니다. 잘 부탁드립니다. 네, 되게 담담하게 17살 17살인데 그 뿌요뿌요 시즌2에서 챔피언 자리를 한동안 놓치질 않았대요. 굉장히 이거는 그냥 단순히 나이 차이로 보면 안 되겠네요. 네. 그리고 23살의 노련한 뿌요뿌요 테트리스 세계대회 1등의 아메미아상 아메미아 선수. 예상이 되는 거에 대해서는 어떻게 보시나요? 누가 이길 거 아니냐고요? 네. 누굴 것 같아요? 네, 지금 네, 여기서도 대답을 안 하시고 계시는데 네. 대단한 거를 두 분 다 예, 굉장한 플레이를 하실 거라고 기대하고 계신답니다. 네, 지금은 이제 프로 뿌요뿌요랑 테트리스가 갑자기 교대로 바뀌는 룰을 채택을 했다고 합니다. 네, 다들 스탠바이를 해주셨어요. 네, 지금 이 스왑이라는 보드죠. 네. 네, 시작하겠습니다. 오, 이거 와우. 저희가 바라던 이런 스피드가. 와, 막 공격 장난인데요? 잠깐만. 토모쿤이 이기고 있는 건가? 그렇죠? 토모쿤이 이기고 있어요. 와. 젊음의 토모쿤. 바뀌었어요? 바뀌었네요. 이렇게 되면 어떻게 그동안에는 그냥 이렇게 일자로 떨어지는 건가요? 아, 아니구나. 테트리스는 그 상태로 정지가 되는 거 아니에요? 네. 그러다가 어느 순간에 또 바뀌겠죠? 프로 플레이어들은 오히려 이런 스왑되는 순간을 더 이용을 해가지고 플레이를 한다고 하네요. 아, 그렇군요. 서로 막 공격을 아 이거 우리가 하는 테트리스가 아니야. 네. 누가 누구를 공격했다고 지금 말하기가 내가 하는 테트리스 누구지 않아? 와. 오! 갑자기 역전됐어요. 아메미아 상의 점수가 살짝 더 올라갔어요. 와. 노란미에. 네. トモ君選手の盤面のテトリスがちょっと汗かいてるみたいな。そうですね。今トモ君選手の方が若干不利。ああ、そうですね。ただテトリスに戻るとわからなくなるという。あは。あいこ。えこ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 こ。
되게 평화적인 느낌이야. 네. 마더러시아. 헤스테리스에서는 이제 또 토마토 선수가 이겼어요.
뿌요뿌요 들어왔죠? 뿌요뿌요 스타트 となります. 지금까지가 이렇게 하나씩 서로 이기고 있는 것 같은데. 네네. 너무 거의 똑같았어요. 아. 이와이르 GTR という形を 2人とも GTR という土台で 組み進めていきます. 자, 残り 10秒. 이제 10초 남았는데요. 자, 1連射を 狙って. 자, ここで 아메미아 선수가 2連射 ダブル 打ってきました. 이제 시간 지나면 바뀌는 거죠? 또 전투가 시작됐어요. 손가운부터 너무 다치. 네, 이건 일반인이 할 수 있는 게임이 아니죠? 되게 평화적이야. 네, 이렇게 올라와도 갑자기 공격을 받고 밑에 블록이 쌓여도 당황하지 않는 게 진정한 프로 같아요. 게임을 하고 있는 분들의 표정은 전혀 바뀌지 않고 있습니다. 11連射でフィニッシュしました。マミヤ選手も9連射。アメミヤ選手勝利。ということで、シビジョンマッチ勝ったのはアメミヤ選手。ね、이번에 네, 이긴 거는 아메미야 선수죠。ちょっとそれぞれね、プレイしてみた感想を聞いてみましょう。感想에대해서여쭤보도록하겠습니다。アメミヤ選手、アメミヤ選手いかがでした？ そうですね、やっぱり一番その世界初でプレイできたんで、あ、セゲ최초로プレイ해본게굉장히어여만스럽고즐거웠다고하네요。アメミア選手。あ、そうですね、やっぱりま従来のスワプルールとあんまり変わりはないので、まあいつも通りのプレイはできることができました。전작에있었던스왑룰은자기한테이미익숙한룰이라가지고이번에평소같은플레이를할수있었다고네정말아쉽게지게되셨는데토모쿠한테도감상을여쭤보고있어요。 졌다는 기분이 굉장히 강해가지고 감상이 나오지 않는데 어때? 울 것 같아요. 어떡해. 네, 즐거운 게임이어야 하는데 진심으로 보내야 하는데 어떡해. 너무 귀엽네요. 자,ということでですね, 엑시비전은実はこれで終わりではないんです。한창할때 스타 프레임부터 하다가 막 지면 되게 울 것 같아요. 어떡해요. 네, 이제 잘 봤고요. 이제 2대2 대전으로 이제 할 수 있는 걸 보여드리기 위해서 이제 최강 팀이죠. 토모쿠이랑 아메미아 팀이 한 팀이 되고 이제 나스나카니시 분이 나오겠습니다. 네. 이렇게 2대2로 대전을 펼치는 거죠. 그렇죠. 팀전. 아까 이 게임은 4명이서까지 플레이가 가능하다고 했잖아요. 네. 그러니까 이번에 직접 그렇게 4명 구성으로 해서 게임을 해보겠다. 네, 그런 거죠. 아, 이게 그러네요. 최강팀인 것 같은데? 그러니까 잘하는 사람 하나, 네. 그리고 저기 게스트분 하나. 네. 라는 식으로 팀 구성하는 거죠. 다행이다. 되게 부담될 것 같은데. 네. 아, 저는 최강팀이랑 아닌 팀으로 나눠서 이거는 보지 않아도 알 것 같은데 이런 구성이면 어떡하나 했는데. ありがとうございます。はい、ということでともくん選手は那須さんとアメミア選手は中西さんとチームを組んでいただきました。中西さんが、アメミア。さんに勝ちゃうこと。腕前のプレイを見た後、腕前語りますから。阪神で知り合うの落としんかよ、プロマンで。あっかくプレイを場のこと何でじゃ、出たぶらなんだ。ゲーム機やの頃にやって。そう、ゲーム機よ。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 ゲ
もまあ両方とも好きなんですけども、うん、まあどうしようかなと思ったんで、今日は最後に僕の隣に同じ T シャツの色を3人並ばして自分が消えようと思ったんで、自ら消えていく、どういうことやねん。そうですね、ただ僕ら出てきた後コメントでお邪魔ぷよ来たってやめてください。지는시점에자기랑똑같은색깔의티셔츠를입은사람이랑바꿔치겠네요말이안되는소리야진짜토모쿤이뭐그렇죠그게지금사람들인가토모쿤이아까부터표정이안좋아서좀정말안좋아서네어떻게지금금방이라도울것같은표정하고있어요자
盛り上がってまいりますよ。那須さん、今回のイファネル地面で VS で勝ち抜けていくことになるので、吉見やでこがたんだよ。いただきたいんですが、設定の方お願いいたします。はい。さあということで、こういった2対2の勝負となりましたが、細山田さん、はい、どういった展開になるんでしょうか。2対2されたので、おっけ戦略を出せるんで、細山田さんってやってるんだよ。いや、これすごい。でもこう、プロの方の隣でできるってものすごく光栄なことじゃないですか。かなり貴重な体験だと思います。プロじゃ、ね、プロゲーム、e スポーツ선수옆에서같이게임을할수있다는게상당히영광이라고해요。この覇気ですよ。これだから僕らが迷惑をかけちゃうと足を引っ張らないようにね。ねえ、あいげすみちゃん、うこいちゃん、コモ君が冷静なトーンでお願いしますよって言うと、だって俺なんてしばらく出てしばらくだけど、あかちょっとんくん、俺친구는되게착한표정으로잘부탁드립니다라고하고連携を頑張ろうね。はい、さあコンビネーション高めて戦っていただきたいと思います。はい、では設定の方よろしいでしょうか。다시이제팀플레이로これ何これ何動いたよ。準備の方はよろしいでしょうか。どうする。何これ。じゃあ準備를하고있고요。オッケー。さあキャラクターも選んでいただいた上で、ちょっと頑張ろう。ちょっとキャラクター랑팀구성다맞춰야되니까緊張するね。네되게긴장하고계시고요。やってるな。そうよ。확실히긴장을한다고。네。プロの人ってすごいとこでやってるわ。プロへ경진은다르다는얘기라고있네요。네。行きますよ。はい。いけるでしょうか。それではお願いします。よっしゃ。ゲームスタート。で、進行다시시작하겠습니다。どれだ。あ、これか。あ、来た来た。よっしゃ。さあ始まります。あ、もうプレースピードが違いすぎる。なんでなんで。なんか早っ。ちょっと待ってよ。あ、이제본격적인뭔가복수전인것같아요。何を。아이렇게되는구나이렇게되면이제2대1상황입니까그렇죠토모군이되게분리해졌는데아나토모군이번엔좀밀렸으면좋겠다네すごいやん連携すごい阿部宮選手さすが守りますの一言すごいうわどうなってんのこれちょっと今ちょっと어떻게되고있는지일반분들은모르실까요아역시나이렇게네2人ともバタンキュー어근데이번엔토모군이긴것같다아축하합니다축하합니다네축하합니다3チームです。またぷよぷよでいいのか。今年ね。さあぷよぷよで戦っていただきます。いやもう一回やったからもう感じつかめましたよ。そうですよね。あのなんかブロック降ってくるの早いと思います。ね、ちょっとぷよぷよ用にロパルが欲しいね。あ、くどくどって。そのサランテが跳ねるんで。ここをとしてるとこ全部不全だもんね。ちょっとあかん。あ、やっと一連だ。ちょっとあかん。やっと一連だです。やっと一列とか言われてもいいじゃん。ちょっと、中西さんも、お秘密がすごい。ああ、これは厳しい。これね、やっぱプロラン企業で出てね。ああ、危ない危ない。中西さん。中西さん。中西さん。2連刺した、俺2連刺した。おお、みんな、僕の2連刺見てました。すいません、見てませんでした。いや、今2連刺したよ、僕今絶対に。와저거살리네아승부난거요연속으로아얼굴보고싶어표정보고싶어네멋지러이네멋지고맙네또박네정말로이야すごい面白얼굴살짝돌아왔어요쓰러졌어넷플레이많이하려니까아니안봤다고같은팀이니까좀보라고내플레이를마무리마스디와야아리가따야가っこいい髪네이쪽에어토마키군이었나요아메미아쿠아메미아쿠는지켜드릴게요こんなに力の差ってあるもんなんだっていうのが改めてね盤面に現れてましたけどねでもすごいあの得意な方不得意な方でペア組んでなんか守り合いっていうのもなんか新しい構図で잘하는사람못하는사람이렇게팀으로지켜주기이렇게하는것도되게괜찮은것같아요ありがとうございました。
아니요, 친구 집에 놀러 가가지고 다 같이 할 수 있는 게임을 파티 게임이라고 하잖아요. 네. 이것도 같이 한번 보내주면 재밌겠다. 네, 지금 봤는데 너무 재밌었어요. 뭐가 뭔지 모르겠는데 일단 재밌었어요. 야, 끝났던 거 한번 얘기해봤어. 더 기뻐. 아, 축하해주고 싶어. 잘 봤습니다. ということでここまでぷよぷよテトリスたっぷりご紹介してきましたが、ね、ここからはその他のぷよぷよ関連情報をお伝えしていきたいと思います。関連情報を紹介していきたいと思います。まずは東京ゲームショー特別物販アイテムのご紹介です。これは東京ゲームショー特別販売アイテムを紹介するので、持っていただく。セガビッグトートシリーズのパワーバンクルデザイン。韓国内情報とは違うところです。ビッグトートがちょうど手元にありません。ちょうどないんです。ちょうど원래 이분이 손에 이걸 들고 있었어야 했는데 네, 생방송의 묘미로 토트백이죠? 네, 토트백. 토트백. 네, 대가이 백가 아마 どっかに あるんですけど 어디에 있는데? 분명히 내 손 안에 있어야 되는데 지금은 없네요. 네, 아직. 네. 오카이모토메 ください. 하, 네, 세가스토어에 오카이모토메 ください. 세가스토어에서 구매 가능하다고 하시고요. 오카이모노가 できる 세가 빅토토 뿌요뿌요 카반크루와 기준적인 2리터의 페트보틀도 여유で 入る 빅나 토토백 となっています. 사이즈가 굉장히 크다고 하죠. 2리터 생수병이 거뜬히 들어가는 사이즈라고 하네요. 뿌요뿌요 e스포츠 展開についての お知らせです. 네, 그리고 e스포츠에 대한 안내인데요. 프로 대회 뿌요뿌요 챔피언십 시즌 스테이지 1의 스탠더드 なりました。最高峰の選手による TGS特別大会を明日12時よりセガトラ TGS2020年生中継で生中継します。先ほどのアルティメットマッチが開催されます。豪華賞品を手にするのはどの選手でしょうか。日本番組じゃ、日本番組として取り上げました。 샤츄 선수, 리베 선수, 여다솜 선수 뿌요뿌요의 유튜브 페리스코프 채널에서는 피샤 차우 네. 라이브 여다솜 앞으로가 해설하는 모두가 반전 TV 모두가 반전 이라는 방송이 방송된다고 하고요. TV에도 이제 동시에 공개된다고 하네요. 네, 같이 볼 수 있으시면 네, 같이 봐주시면 감사하겠습니다. TV는 아마 어려우시겠지만 네. 이제 시간이 다 와가지고요. 이제 마지막으로 발표를 해주실 거를 들어보겠습니다. 네, 이쪽 화면인데요. 네, PS5도 엑스박스 시리즈 원래 PS5랑 엑스박스 시리즈 X에 대해서는 발매가 어떻게 될지 미정이었거든요. 네, 근데 이게 발매일이 발표가 됐네요. 2020년 12월 10일 날 PS5에서도 그리고 엑스박스 시리즈 X에서도 발매를 한다고 합니다. 물론 이거는 플레이스테이션 4 그리고 엑스박스 1에서도 플레이를 할 수 있고요. 네, 그리고 이 가격에 대해서는 일본 국내 정보이기 때문에 한국 국내 이제 발표가 되는 정보에 대해서는 아시아 공식 홈페이지를 확인해 주시면 감사하겠습니다. 그렇죠. 엑스박스 시리즈 X가 다운로드 版 のみなので ご注意くださいっていうのと、もう一つ PS4版から PS5に アップデートできる機能とかもありますので、あと Xbox Series X を買うと Xbox One 版マーソベルっていう形でそういうちょっとウェブサイトに書いてありますので、ぜひご覧いただければと思っております。今はいじゃあPS4へ行け完了しますね。ファイブロアップデートされたと思いますので、じゃあ最後は역시나공식홈페이지가발표됐습니다。12월까지이제스태프들이とかお楽しみにしててください。12월12日 이번에는 조기 구입 특정 상품도 있는데요. 기본 플레이 무료의 스마트폰 네, 기본 플레이 무료의 스마트폰 RPG죠. 뿌요뿌요 퀘스트라는 게임이 있는데 그 게임에서 사용할 수 있는 시리얼 코드가 그 초회 한정판에 들어있다고 해요. 특정이 이제 갖고 싶은 분들은 빠른 예약을 부탁드립니다. 그렇죠. 是非はいぷよぷよクエストもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぷよぷよクエストと、ジャルプタクです。以上をもちまして、世界最速生プレイぷよぷよテトリス2としてはお別れとなります。まだまだセガトラ TGSの方で引き続きお楽しみください。皆さんありがとうございました。で、マニー、楽しみ、ご参加ですね。ね。